ロックハート城内部のシャンデリアと階段クライド川に架かる橋。かつてロックハート城が建っていた場所へと通じている。代理、石村ロックハート城は日本の群馬県あず郡高山村にある石のテーマパークである。群馬県沼田市の石材会社である株式会社三宝が運営する石のテーマパークであり、日本ロマンチック街道。 国道145号線沿いに立地する約10万平方メートルの敷地内には移築されたロックハート城や石造りの教会などが中世、ヨーロッパの街並みを再現しており、NPO 法人の地域活性化支援センターによる恋人の聖地の選定を受けている。ロックハート城は1829年にイギリスで建設され、 1987年から1993年まで6年かけて日本へ移築された上巻である。ヨーロッパの上巻を移築、復元したのは日本で初めての試みである。首都圏内にあり中世ヨーロッパの街並みが再現されていることからドラマのロケ地やライブ会場などとしても利用されている。ロックハート城は1829年に 英国のウィリアム・ロックハート伯爵が、スコットランド、サウスラナ・アクシャーのカールークに建設した、約3200トンの砂岩からなる地上3階、地下1階のカントリーハウスである。英国における名称は、ミルトン・ロックハート・ハウスであったが、日本では、ロックハート城と呼ばれており、ロックハートのスペルはロックハートからロックハルトに変更されている。百八十七年に、 俳優の津川雅彦が、北海道広群広尾町に計画していた、レジャーランド、夢の王国サンタアイランドの中核施設とすべく、私費で、ロックハート城を購入した。1988年4月から7ヶ月をかけて、建物を解体し、重量約600トン、個数にして、約4000個の石となった、ロックハート城は、30個の海上コンテナに詰め込まれた。 このうち130.5トンの石が入った8個のコンテナはシベリア鉄道を経由して日本へ運び込まれ、残りのコンテナは貨物船で直接イギリスから日本へ輸送された。1988年12月13日、鉄道で輸送され、港で船に乗せ替えられた8個のコンテナが苫小牧港を経て、カチ港で発陸揚げされた。 津川原関係者と町民の合わせて約200人が岸壁に集まり、アドバルーンや五段雷の花火で石を歓迎し、コンテナはトラックで町営牧場へ運び込まれたものの、資金計画をめぐって対立した町側から、レジャーランド計画の受け入れを拒否されたため、ロックハート城は宙に浮いてしまう。1992年、総合石材業を営む沼田市の 株式会社散歩が宙に浮いていたロックハート城を買い取り、同社が高山村に建設していたテーマパーク代理石村内で復元を実施した。15億円の費用と、延べ1万5000人の人員を投じて行われた復元は、1993年4月6日に完了して、高さが東部で20メートルになり、幅31.3メートル。 奥行き22.3メートルで建築面積1361平方メートルの建物が復元された。なお津川はロックハート城の名誉城主に就任しており、津川が長年かけて収集した1100体以上のサンタクロースが木内の世界のサンタミュージアムで年間を通して公開されている。ロックハート城とガールネクストドアのライブで ステージが設置された場所中世ヨーロッパの街並みを再現した大理石村は結婚式会場やライブ会場、ドラマのロケ地などとして利用されている。ロケ地としては首都圏に近いヨーロッパの古城がある観光施設として口コミで広まり、ドラマやバラエティ番組、ミュージックビデオなどで利用されている。大理石村で撮影が行われ、2005年10月12日に テレビ朝日系列で放送された、相棒シーズン4第1話、閣下の城においては、ロックハート城を買収して、英国から日本へ運んだ、津川正彦が、自ら出演している。ライブ会場としては、2009年6月8日に、音楽ユニットのガールネクストドアが、イリュージョンを交えながら新曲である、インフィニティを披露する発売記念ライブを行っており、また、インフィニティを、 主題歌としているドラマの、あたしんちの男子は、大理石村でロケを行った。蘇った石ころたちのミュージアム代理、石村ロックハート城の入り口。ありがとうございます。